写真拡大。巨人読み阪神、17日、東京ドーム。リプレイ映像を流したように、両者とも笑みなくダイヤモンドを回った。阪神が劣勢の展開で見せた意地の連れ引き。完封を阻止した北条の4号ソロに、福留が6号ソロで続いた。それでもチーム最年長は、先発が頑張っているうちに、野手が頑張っていかないとと連敗を食いた。5月26日、DeNA 戦、横浜以来の連れ引きが生まれたのは8回。4点差を追う展開だ。一人で何かできるわけじゃない。野手全員がそういうのを思って、何かを変えていかないと。敗戦後、福留は厳しい表情で内野に奮起を促した。北条は初回の打席を送る。無視二塁の好機で進塁打も打てず、見逃し三振。際どい判定だったが、仕事ができていれば、違う展開になった。他、本塁打以外の打席で、2番の仕事をしないといけない。終盤に見せた意地を次戦の力に変えたい。